二つの魂を宿した者たちを。戦闘開始だ。なんだこの力、こいつはご機嫌だな。これで全て撃退したのか。というか随分馴染んでるんですね。俺は正直まだ戸惑っているんですけど。言っただろう、俺は善人じゃないってな。
く生せよ、生と死の狭間に蹴散らせ、あだなす者どもを。逃げるとでも、この程度では汗もかくまい。覚醒せよ、生と死の狭間に足手まといにならないように。リムゾン、ファーストウィンド、ゼノファクターを起動しろ。やっつけます。リムゾン、クリア、ファーストウィンド、守りに専念。武器を取れ、二つの魂を宿した者たちよ。我が力、存分に振るうがいい。
こせ。ちょろいぜ。覚醒せよ。
生と死の狭間に。力を合わせていくぞ。
覚醒せよ、生と死の狭間に。私だってできるんだから。楽勝というやつだな。
守りを固めろ。反撃を開始しろ。ファーストウィンドゾーンクリア。
始まるといったところだな。眠いかも。汝の魂に問え、戦う意志の形を。力を合わせていくぞ。やめろ。ファーストウィンド。ゼノファクター起動。戦う意志を刃とせよ。腕が鳴るね。現状況最適解。
手が鳴るね。
ちょっと何なのよこの化け物。まずいな。これまでの奴らとは勝手が違う。ゼノファクター起動。戦う意志を刃とせよ。腕が鳴るね。ダメージは最小限に抑えろ。ゼノファクター起動。戦う意志を刃とせよ。問題なさそうだ。楽勝というやつだな。
さあ、ゼノファクターを起動しろ。腕が鳴るね。殴られるのは趣味じゃねえが。